はい、これはですね、瀬戸大橋線のマリンライナー5000系だと思いますね。で、これはほぼ30分おきに岡山から、高松を走る快速です。で、前の車両が5000系で、後ろの車両なのが JR 西日本223系5000番台と、2つの2両を敷いているってやつですね。で、これでは前の車両が、これは5000系だと思いますね。これは四国かなんかを走る電車で、活躍しているものなんですね。日本ではですね、そういうちょっとした、特殊なね、電車ではあるかなという感じでございますね。というわけで、どうもありがとうございました。